当時は大東亜戦争まだ始まる前やもんで、だいたい海軍は5年で満期になってくるわけや。と16で行くと、16、11、18、15、20、21で行く。ということは、一般の人が徴兵で行った場合には、私は復員してくるわけやさ。当時は何としても兵隊に行かんなの時代やもんで、どうせ行くんやったら早めに帰ってくるつもりで行ったわけやさ。あ、ゼロ戦の整備員やもん。専門やもんさ。ほいで、だいたい朝の笛吹いて、朝、気象やもんね、起きる同時に飛行場行って、して訓練のあれを全部やるわけやさ。戦争に負けとるか勝っとるか全然忘れ知らんわけや。もう前線ばっかり行くだけで。ね、もう新しいとか新しいとか。で、これみんな新しい人ばっかりさ。ガム細胞ってみんなそうやさ。これはね、終戦後20年か。20年の4月1日。4月1日。それから飛行機がこうなってしまうね。第一から来る、来るって言うとってやな、連絡はあんだけど全然来へんやさ。これから私は今の山の中入ったわけ、初めて。まあ、俗に言うと敗残兵でね。今で言うと敗残兵や。途中余計日本人を死んどんの、ゲリラにやられて。現代戦、ベベーってやってくれないなとならんさ。ただ、空だけのことしか考えとれへんもん。で、明日どこ行って、取ってこようかなと思って。で、川の風景をね、下ったり、登ったりして、あんた、あれ、探せんもん。あんなと、容赦なと思うわ。今では考えられんことやね、あんた。川へ島へ行ったり、神行ったりして、あんた、こうね、なんとこでへんかと思って、こう一生懸命探すんやね、あんた。兄貴1年半後に行っとる。入院ね。で、すぐ死んどんね。戦争なしに死んどんねやね。山に4000回もたら山の上へ行かんならんね。浜松の交差法やって。4500メートルの山の上やに、2500人死んどんやに。おかしいやろ。戦争するらしいに。みんなあっちこっち死んどるで。やけど、日本人で言うと、遺骨って言うとあんたら知らないと思うけどさ。いはやはね、誰も知らんだったら遺骨だけ持ってこないかんって、ないし持ってくるこっちしか考えてなかった。ね。そして前のとこへ返すつもりだったわけ。出生地のとこへ。それで行ったわけさ。で、とにかく、まあ、集めるだけ集めてって。それで全部で113台持ってきたんかな。だけど、いいことだけはな、日本人やってことは分かってるけどさ、それだけはなってもないし持ってかなあかんっていうので、やったわけさ。今の子供たちは戦争のことをね、あんまり知らないと思いますけど、そうそう知らないっていうことについてはどう？そう。だから知らんほうがええの。知らなくてもいいいや、ですか？やけど、ある程度知ってほしい。ある程度知ってほしい。絶対したらあかんだけ、戦争は。しないためにも知ってほしい。うん。戦争絶対したらあかん。殺されんねえもんって、誰か。もう戦争絶対ってダメ。ダメやってことや。戦争したらダメ。どっちかって殺されるわけやもん。相手が殺すか自分が殺されるだけやもん。戦争は絶対ダメ。したらあかんってこと。